福田町駅は宮城県仙台市宮城野区福田町一丁目にある東日本旅客鉄道仙石線の駅。駅名の由来は江戸時代に足軽町として創設された福田町から。なお、福田町とは福室と田子の中間に位置することにちなむ、島式ホーム一面二線を有する地上駅である。小さいながらも京城駅舎を備えており、自由通路によって、 駅の南北が繋がれている。かつては、石巻方面に駅舎が存在しており、校内踏切でホームを渡るようになっていた。仙台地区センター管理の業務委託駅。緑の窓口はないが、窓口が設置されている。自動改札機、自動券売機設置。JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。宮城の運行の最寄り駅であり、当駅で運転し、 車掌が交代する列車がある。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は3244人で、ある。1999年度以降の推移は、以下の通りである。仙台市都心部から見て、北東の仙円地区にある。駅周辺は、7北田川右岸の自然堤防上にある旧来からの、市街地が迷路性のあるまま残り、その周りに、 中世平野の水田を潰して造成した比較的新しい市街地が5番の目上に広がる。当駅には改札口と自由通路、自由通路とホームを結ぶエレベーターなどのバリアフリー設備が存在しない。そのため、駅舎改築によりバリアフリー設備を設ける計画があったが、現在の駅のホームではエレベーターの設置が困難となっているため、二千十九年一月から、 仙台市と JR 東日本が駅舎を移設する方向で検討することとなった。2020年2月に駅を約200メートル西側にある仙台車両センター宮城の発出所付近への移設を基本に協議することで合意した。駅移設時期や駅舎規模は未定。ありがとうございます。